立山寺温泉は、静岡県浜松市西区間山寺町にある温泉並びに温泉街。開け湯は1958年である。この時の源泉は、立山寺第一温泉源と呼ばれ、現在は使用されていない。1977年には、立山寺第二温泉源。1989年には、立山寺第三温泉源がそれぞれ流出する。その後、 立山寺第3温泉源の輸出量減少、源泉温度低下などが見られるようになったため、2006年から浜松市主導の元新源泉の掘削を始めた。地下およそ2000メートルまで掘り下げ2007年輸出。2008年1月5日から供給を開始した。現在は立山寺第3温泉源と立山寺第4温泉源が利用されている。 2004年に発生した温泉偽装問題では、温泉使用表示に問題があった旅館があったことから、マスコミの注目を浴びた。1989年輸出。源泉の温度は、摂氏25度を下回っているが、温泉の含有成分量によって、温泉法上温泉に分類される源泉である。2007年輸出。2008年1月より、供給開始。 立山寺第3温泉源で問題となっていた。源泉温度は摂氏25度以上に回復し、また、湧出量も第3源泉よりも多い。このほか、日帰り温泉施設、笠木の湯では自家源泉を利用している。詳しくは、笠木の湯を参照のこと。浜名湖沿岸に温泉街が広がる。旅館は19軒存在する。浜松フラワーパーク。 浜松市動物園、遊園地である浜名湖パルパルなども近くに存在し、行楽地として発展している。近くにある立山寺が、この温泉名の由来である。温泉街の対岸となる大草山があり、観山寺ロープウェイで渡ることができる。大草山からは、温泉街を一望することが可能。また、この大草山を要する暮松町にも観光施設が展開されている。 詳細は当該記事へありがとうございます。